マルキ4に対し、蹴れ直れ。じゃあまた来ます。失礼しました。というわけで、これからノートに向かいます。周回探索だ、イエーイ。11時18分昼には着くかな。何事もないことを願いたいね。というわけで、ゆっくりナレーションです。樹海です。この時出発した場所は玄徳道場という施設です。これ以上荒らす長地で、今回はその玄徳道場から樹海の音という名のいつもの場所まで向かう様子になります。というわけで、今回もいつも通り樹海に入っていきます。樹海に入っていく、誤解を招きそうな不穏な言い方ですが、大丈夫です。いつも通りです。さて、一体何が起きるのでしょうか。あ、そういや、なんか知り合いのさ、データでこの近辺にも一箇所あったような、なかったような。鉄管も大抵何も起きません。そして、樹海に潜って割とすぐに千葉急は気づいてしまいます。うわー、こっち行きたくねー。ガスペア、これむちゃくちゃ歩きづらいゾーン、いわゆるデスゾーンであることに。地獄だよ、地獄だ、これが地獄か。デスゾーンとは、誰かがそう呼び始めたのですが、崖や藪がひどすぎて、歩くだけで体力を削られる、樹海のそんなエリアのことです。こんなんだったっけ、前回来た時。まあ、確かに崖や藪がやべえとは聞いてたけどさ、前回通った時は、もっとなだらかだった気がするんだけどな。よいしょ。ただしこの、極端に歩きづらいゾーン。言っても、樹海は本来全体的に歩きづらいんですが、デスゾーンと呼ばれるエリアは。お、少し進んだら、割とすぐに終わりました。歩きやすかった。ここからはいつもの見慣れた樹海を進むことになります。よし、そうだな。猿の腰掛け。チェンソーマンで樹海の悪魔とかいいのかな。で、チェンソーマンに食われてたら、まあ樹海で自殺をする人はいなくなるんだろう。どうでもいいネタバレですが、チェンソーマンの悪魔とは、人々が持つ恐怖そのものが生き物になった化け物なのですが、チェンソーマンに食べられた悪魔は、その恐怖もろとも。例えば、チェンソーマンの作中では、ナチスドイツの悪魔が、チェンソーマンに食べられたため、ナチスドイツとユダヤ人虐殺の記憶そのものが、人々からなくなってしまう、という設定だったのです。チェンソーマン、面白いのでおすすめっすよ。スパイファミリーもついでに。どちらもくっそ有名ですが、食わず嫌いの人は特に。そこから少し進んで、ちょっと不安になる千葉級。唯一考えられる最悪なパターンとしては、樹海ノートで別のグループと出くわす。あ、別のグループは別のグループだよ。どこの誰とは言いませんが。あの山の上だな。映像ではわからんですが、千葉急には迫る山が見えてるらしい。目的地の方角は、目の前にある斜面の上を指しています。つまり、その斜面を迂回せずに登るということ。近づくとこんな感じ。で、おもむろに登ります。
崖を登ったところで風景はそこまで変わりません。ティーダーチンポキモ鼻歌が卑猥すぎるのでカット。やべ、腹減りすぎてきつい。また定期的にまたうんこくせえしとぼやきながら進む千葉急だったが、そんな中そいつは現れたのだった。おい、誰だ？キツネかなんかか。いや、人があんな早く移動できるわけねえか。もしかしたらツキノワグマかもしんねえな、あのデカさは。結構デカかったぞ今、横切ったやつ。まあいいや、向こうから離れてくれたが。どうやら人ではなかったようだし、相手の方から遠ざかってくれたので引き続き目的地へと向かうことにします。ここからは崖沿いに進んでいきます。なぜなら見覚えがある光景なので、はあ、誰かいる風でもねえから。熱っ。言う前には着きそうだ。そして剣徳道場を出発して約40分。あったあったぜ、旗。よいしょ、やっと続いた。イエイ。あれがあれがノートな。どれがだよ。今日誰も来てねえな。ゲイ、どっちからいく。はい、これが樹海ノートでーす。よし。で、A の旗。旗。はぁ、次だ。A の旗。11時58分到着でーす。疲れた。じゃあちょっとノート見て、ちょっと一回下に荷物デボろう。というわけで一回切ります。そんで先ほどの樹海の中で何かを見かけたシーン、自宅に帰ってから確認してみたのですが、鹿じゃね？というわけで、ここまでご視聴ありがとうございました。エンディングです。